こんにちは、坂下会院長の勝です。今回はインプラントをこれからするか悩んでいる人、またインプラント治療をすでに受けている人、インプラント治療がお口の中で長期間安定するために大切な情報をお話しします。ズバリインプラント絶対行ってはいけない人4選。今回の4選に当てはまってしまっていて、すでにインプラントやってしまった人、大丈夫です、任せてください。そんな人もこれからどうしていけばいいか、具体的なアクションプランをお話ししていきたいと思います。ただ4つ目に当てはまる人は絶対にインプラントしてはいけないと僕は思っています。ぜひ最後まで聞いてください。では早速行ってみましょう。インプラント治療絶対に行ってはいけない人、1つ目はタバコを吸っている人です。喫煙はインプラントに悪影響を及ぼすという論文は世界中に存在しています。なぜダメかいくつか説明していきます。タバコの煙に含まれる一酸化炭素には酸素の供給を妨げる働きがあります。またニコチンは血管を収縮する作用があります。そのため血行が悪くなり、インプラント周囲の歯茎に十分な酸素栄養が行き届きにくくなります。結果としてインプラント周囲の歯茎の健康を保つことができずに、インプラントが長期間安定しにくくなります。インプラント治療を検討されている方、インプラント治療を行う予定の方は禁煙をおすすめします。んなこと簡単に言うんじゃねえ、タバコが体に悪いなんてもう知ってるよ。だから禁煙にも何回も何回もチャレンジしてんだ。電子タバコに変えたんだぞ。そんな声が聞こえてきます。お気持ちはわかりますが、電子タバコに変えても全く意味がないです。きっぱり禁煙することをお勧めします。インプラント治療はとっても高額な治療です。あなたの人生をより良くするために僕らもインプラント治療を行っています。これをきっかけに禁煙外来に受診してみてください。あなたの将来の健康のためです。ぜひ頑張ってください。インプラント治療を絶対に行ってはいけない人、2つ目は若者です。若い人、特に10代20代の方、インプラントは骨に直接人工物を入れる治療になります。成長時期である人にインプラントを入れてしまうと、体の骨の成長に合わせてインプラントが動かない可能性が高いです。結果としてインプラントによる良好な機能や美しさを保てなくなる可能性があります。たまに若い人が事故等で歯を失ってしまい、インプラント治療を相談されることがありますが、必ずこの話をお伝えします。またインプラントは実は一度入れたからといって一生持つものではありません。そのためある意味体の中にある期間が少しでも短い方がいいです。20代の人であれば今の時代では約60年以上もインプラントをお口の中で良好に保たなければいけません。もちろん定期的なメンテナンス、口腔ケアがしっかりできていれば大丈夫ですが、そういったことも含めて若い人はインプラント治療の際は歯科医師に相談してから行うようにしてください。インプラント治療絶対に行ってはいけない人、3つ目は重度歯周病の人です。インプラントの最終の歯の部分は人工物になるために、インプラントは絶対に虫歯にはなりません。しかしインプラントは天然歯と同じように骨と歯茎に支えられています。そのため歯周病と同じようなインプラント周炎という病気にかかるリスクがあります。重度歯周病の人は歯を失う理由は当然歯周病が原因です。その失った部分にインプラントを入れるため、インプラント周炎により、今度はインプラントを失う結果になる可能性があります。重度歯周病の人は徹底的な歯周治療をインプラント前には行うことが重要です。また歯周病は完治する病気ではないので、インプラント治療後も定期的なメンテナンスを受けることが重要です。それさえ守ってくれれば重度歯周病の人もインプラント治療が可能です。インプラント治療を絶対に行ってはいけない人、4つ目は歯科医師の指示を守らない人です。今の歯科治療は患者さんのご希望を最優先して治療を提供することが多いです。僕も患者さんが来院されたら必ずカウンセリングを行い、患者さんの希望をしっかり聞いた後に治療計画をいくつか提案して、患者さんに合った最善の方法を行うようにしています。つまり治療を決めるまではある意味患者さんが主導となります。しかし治療がいざ始まったら、僕たち歯科医師側の指示はしっかり守っていただきたいです。特にインプラント治療の成功は患者さんと歯科医師双方の協力があって初めて成功、長期安定が見込めます。どんなに素晴らしい技術を持った先生であっても、患者さんが先生の指示を守らないと失敗に終わってしまうこともあります。結果として患者さんも歯科医師も不幸になってしまいます。手術前の行動や手術後の服薬、歯の磨き方、禁煙、メンテナンスにしっかり来るなど、患者さんが頑張らなくてはいけないことが多いのは
自立です。しかし全ては患者さんのお口の健康を守り抜きたいという思いがあります。だからこそ僕ら歯科医師の指示は守っていただきたいです。それができない患者さんは治療を断らさせていただく場合もあります。あなたのインプラントなどを長期間守り抜くためです。ぜひ一緒に頑張りましょう。いかがでしたか。朝霞歯科医院は各分野の専門医が在籍する国内最大規模の歯科医院です。僕も歯周病の認定医の資格とインプラント専門医の資格を取得しています。歯周病インプラントで悩んでいる方、ぜひコメントしてください。またインスタグラムでも連絡をくだされば僕が直接返信いたします。ご相談お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。